はい、皆様こんにちは。コミュニティビアギです。金子です。今日は皆様なんと新型のデイトナコミットで入荷ではなくて、実はお客様がお貸し出ししてくださいまして、こんないいお客様いらっしゃるんですね。本当にありがたいです。でこの新しいデイトナを YouTube でやって配信していいよと、本当に言ってくれまして、我々まだ開けてもいないです。真面目に見てない、真面目に見てない。いやもうそれを皆様にリアルなこの感想と、実際どんなね素敵なモデルなのかっていうのをお伝えしたいなと思います。で、今回旧型の116515も用意しておりますので、これと一緒に比較しながらも見ていきたいかなと思います。楽しみです。楽しみです。ぜひ皆様最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。じゃあそれでは早速、はい、もう見ていきたいと思います。本当楽しみです。思います。ちょっと僕もいいですか。いいですよ。もう開封の儀やりたいと思います。まあ、ちょっとお客様のなんですけれどもありがたい、本当にありがたいですね。見させていただきたいと思います。失礼します。いいですね、この音。冊子もちゃんとございます。緊張の瞬間。緊張しますね。真面目に見てないですか、ね、いや真面目に見てない、はい、ちょっとかなり緊張します。はい、じゃあ行きたいと思います。オープン。じゃん。もうまだ見えない、まだ見えない。じらすな。行きます。はい、はい、おー、違う。結構違いますね。違うね。どうですか、金子さん、第一印象。いや、思ったよりかっこいいと思いました。そんな変わってないのかなと思って、はいはい、結構違うなっていう印象ですね。確かに、はい、だいぶ違いますね。やっぱね、注目したのはベゼルなんですよ。うん、ベゼルのこのベゼル周り、はい、周りにね、枠がついたじゃないですか、はい、そこがどういう印象になるのかなっていうのが非常に興味深かったんですけど、うんうん、どうですか、ちょっと実際に、はい、見てみていただいて。おお、こういうことね。多少そのベゼルの幅が薄くなったような印象かな。確かに多少シャープになってますね。シャープになってますね。やっぱ縁がつくと全く変わってきますね。変わりますね。でやっぱりあとはインデックス細い、インデックス細いですね。あとインダイヤル、これも細いですね。縁が細いですよね。ね、かっこいいです。だから前の方とインダイヤルの色味がちょっとグレーっぽいのと、うん、この素材に合わせたエバローズっぽい色味と、はい、やっぱ違いますね。違いますね。 あとここにね、五感のマークが入りますね。これはクールでかっこいい印象ですね。いや、かっこいいです。非常にかっこいいと思います、ね、素晴らしい。素晴らしい。なるほど。やっぱこう並べると印象はだいぶ違うのかなと。違う。やっぱね、ここのベゼルですね、うん、ベゼルの印象が全然違う、うん、横から見た時とかね、全然違うと思います、ね、そうですね。これまた人気出そうですね。人気出るんじゃないですか。はい、うん、やっぱ縁あるといいですね。うん、締まる、うん、純粋にそう思いました。かっこいいな。こうやっぱ写真で見るのとは違いますね。違いますね、はい、全然違う。かっこいい。ああ、さすがロレックス。さすがです。はい、はい、前の方ももちろんね、かっこいいんですけど、こっちはこっちの良さがあるんですけど、やっぱりこの新型、うん、好みもまた分かれそうですね、うん、分かれそうな感じはします、はい、個人的に、まあ、金子さん、はい、1個前とこの新型どっちが好きですか。僕はだいたい古い方を好むんですよ。おう、ただね、お、今回は新型。えー、やっぱね、ここの縁があるのがすごく、なんていうの、僕これつけてるじゃないですか、はい、ちょっとやっぱ手巻き近しいものが。なるほどなるほど。非常にかっこいい、新型の方が好き。かっこいい。なるほど。またステンレスとか見たいですね。うん、見たい。ステンレスとか見たいですね。また違うでしょうからね、はい、いや、いいちゃんは。いや、難しいですね。いやー、難しい。でもやっぱこうやって並べてみるとですよ、やっぱ僕も前のやつ結構好きだったんですよ、うん、このエバーローズ、うん、やっぱ茶系好きなんで、うん、でもね、新型の方がかっこいい。ちょっとね、新型の方がこうやってみるとかっこいいね。なんだろうな、すごいかっこいい。だからこっちが悪いとかじゃないです、本当こっちもかっこいいんですけど、いい、
新型かっこいいわ。インテックスとかがねやっぱ細いと全然印象変わるんですよね、変わりますね。なんかねシャープな感じ見えるんですよね、確かにスタイリッシュですね。いやこれはなんか予想を超えた感じです、シンプルにね。さすがよく変えてくれましたね。ねえ、なんか発表された時はね、そんな変わってねえじゃんなんていうふうに正直思ってたんですけど、これは意外と変わってるわね。変わってる、ね、変わってる。いやちょっと今日本当に見れてよかったですこれね。早くちょっとコミットとしても、まあ、入荷してほしいね、うん、あのモデルにはなりますね。そうですね。ということで、はい、まあ、今回は、この新型のデイトナ126515を、まあ、実機レビューという形で、やっと見ることできて本当に良かったです。嬉しいです、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆様次はもし買われた方でご売却してもいいよという方いらっしゃいましたら ね、うちも売りたいっす。そうですね、はい、ぜひ取り扱いさせていただきたい商品になりますので、はい、ご相談お待ちしております。お待ちしてますということで、新型デイトナの開封そしてレビューをさせていただきました、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。